実況は北斗がごとく北斗がごとく実況は玉様とキイちゃんですお店なんでこうね途中でいらっしゃいませとかありますねやりますけど行きましょうか。最初からはですね、ですね、最初からだけど何も分からずどうしようかな、どうまで頑張ってみようかな。標準の標準ぐらいで行きますか。あ、そういうのもあってね、こういう特徴面が割とグロテスクなものにびちゃびちゃこうね、複数もの首とか飛ぶんすかね。そういうのも多分安倍氏が、うん、もう真っ二つになっちゃったけど、そういうのもある、ね。安倍氏オーディションってありましたもんね。ああ、そうだ。ダムで。そうそう。安倍氏とかの言葉もなんかこう出たらこうなんか障害物になってこうそれを持って戦えるっていう。ああ、うん。なんかあの龍が如くのねあの看板とかで感じらしい。かっこいいよ。世代にはちょっと違和感の声がね、龍が如くの桐生と同じ声ですよね。同じ声だ。何ボタンが何とか分かんない。なんかチュートリアル的な感じだった。多分出るよ。最後のチュートリユリオ解散。
の声の声優さんラップなってるユリアだとほとんどねラオウもそうだしゲームの一緒もそうだし忘れたのかケンシロあの日のことお前の婚約者は俺のものになったんだよに切り刻まれ血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だお前は剣で俺に勝つこともできず愛する女を守ることもできなかった全ては甘ったれたお前の考えが招いた結果だその胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのかお前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだ俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな女に守られ生き延びた惨めな男よ今なら見逃してやるあの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ言いたいことはそれだけかために地獄の底から這い戻ったもう一度俺に負けるために来たのかバカな男だふん少しはやるようになったようだなだが俺の本気の剣はお前には見切れん今度こそ殺してやるすごいかっこいいなお前など俺の敵ではないI'm sorry.
死ね。ユリアはどこにいる？俺はユリアの笑顔が見たくて全力で駆け抜けた。軍団を集め町を作り、何も不自由がない生活をユリアに与えた。だが俺は最後までユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつでもお前がいたからだ。だがユリアはもうこの世にいない。何？俺が欲しかったのは力でもマッチでもない、ユリアだ。俺とお前の戦いは永久に決着がつかないんだ。ユリア、このコート見覚えある。バツバツネームの、あれは XX ネームっていうんですかね。1990X年、世界は核の炎に包まれた。なかなかそうやな。海は枯れ、死は避け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。もう見るからに悪党やばい。しかしよ、本当にこんなとこにガソリンあんのかよ。ここらは昔工場だったらしい。もしかしたら隠し持ってるやつじゃねえか。たんだな、この村すんげえストレっぷりだぞ。死んだけのジジイとガキばっかりじゃねえか。くそ、どっかにガソリン落ちてねえのか。この町の人間一人ずつ締め上げて吐かせるか。何か知ってる人間もいるだろう。いいじゃねえか。ちょうどイライラしてたんだよ。おい、ああ、なんだてめえは。一つ聞きたいことがある。エレーノに絡んじゃいました。ユリアという名の女を知っているか。はぁ、あ、何言ってんだこいつ。はぁ、あ、んなこと俺らが知るかよ。ならば用がない。てめえ、ただで帰れると思ってるのかよ。俺に関わる心臓。おい、ぶっ殺しまおうぜ。あれ死ね。
結構礼儀正しく言ってそういう時代なのさ。私の名前はルカ。この人は私のおじいちゃん。お兄さんの名前はなんて言うの？ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ルカ、水をありがとう。生き返った。ありがとうは私もだよ。あなたがあいつらを倒してくれなかったら、私たちが殺されていたかもしれないもの。そのお水は私とおじいちゃんからの感謝の気持ちだよ。この町はもともと自動車産業で栄えた場所での、地下にガソリンや軽油といった燃料の倉庫があったおかげで核戦争の難から逃れたのだが、な、缶詰や水といった食料が不足しておっての、村にいた動ける男衆たちは皆食料を求めて町の外に出て行ったのだ。町に残っているのは外に出て行けないわしのような年寄りや幼子ばかり。それを知ってか、燃料を狙いにやってくる野党が後を絶たんのじゃ。さっきあんたが倒した奴らもその類じゃろうが、そんな者どもの目を欺くため、日頃も地下で息を潜め暮らしておる。そうだったのか。それで廃墟のような物資を携えてこの村に帰ってきた人間は数えるほどしかおらん。ルカの両親も1年前に村を出たき、この町の燃料が尽きた時、わしらの命も終わるというわけじゃ。ケンシロウさんはどうしてこの町に来たの？俺は人を探している。俺の婚約者で何よりも大切な存在だった。一度は死んだと思っていた。だが彼女が何者かに命を助けられて生きているという話を耳にした。生きていたの？ああ、その話がどこまで本当なのかは分からない。もしかすると別人の話なのかもしれない。だが彼女が本当に死んだという証拠を得るまで俺は諦めない。ユリアを探し出す、それが今の俺の生きる意味だ。ユリオ、おじいちゃん、もしかして。あんたの探しとる人はユリアという名前なのか？そうだ。こんなこともあるんじゃな。人の縁というものは全く不思議なものじゃ。少し前のことじゃ、旅の一団が休める場所を貸してほしいと申し出てきた。主人が大きな傷を負っているようでな、重傷のようだった。従者たちがそれは慎重に扱っておったのを覚えておるよ。彼らはすぐこの町を出立したんじゃが、従者たちは主人のことをユリア様と呼んでおった。それは本当か？ああ、間違いない。
私も覚えてるよ。顔はちょっとしか見えなかったけど、すごく綺麗な人だった。ユリア、彼らはどこに向かったか知っているか。奇跡の町に向かうと言っておった。奇跡の町。水も食べ物も燃料もいっぱいある。奇跡みたいな町があるんだって。その町は聖女って呼ばれてる人が治めてて、町に来た人の願いを何でも叶えてくれるらしいよ。そんな町があるのか。この町から遠く北の位置にあると言われておるが、本当にあるかどうかは分からん。苦しい現実から目を背けるために作り上げられた偽りの町かもしれん。いやが彼らは主人の命を助けるため、一縷の望みをかけて奇跡の町へ向かったようじゃ。世話になったな。奇跡の町に向かうの？ユリアを必ず探し出す。あんた北斗神拳の使い手じゃな。詳しい。肉体の経絡飛行に衝撃を与え、内部の破壊を極意とする一撃必殺の暗殺拳、北斗神拳。あんたが野党を倒したあの技、間違いなかろう。まさか生きている間にこの目で見ることができるとはな。北斗現れるところに乱ありと聞く。あんたの無事を願って言うよ。ケンシロウさん。もしお前が奇跡の町に行ったら何を望んだ？そうね、リンゴ、一度でいいからお腹いっぱい食べてみたいな。そうか。さすがにやっぱないんだ。ないね。男たちが乗ってきた。男たち。スロット。そうしたらいい。夜はこう。なおが出てきた。自分で言う。結構あっさり見つかる。奇跡の街。
やまれそうだ。かけろ。違う。ね、あのでかいキャラが出てくる。僕の予想では。冠かぶってる。戦闘シーンとか。うん。こういう風に長い。すまない。聞きたいことがある。なんだい。そこが奇跡の町なのか。ああ。あんたも噂を聞いてここを目指してきたのか。そうだ。ここが奇跡の町と言われてるエデンさ。エデン。だが諦めはエデンに行くことはできないからよ。どういうことだ。入れないんだよエデンに。あのバカでかい壁の中にエデンがあるんだが、中に入れてくれないんだ。門の前に集まっている連中は奇跡の町を求めて集まってきた人間さ。諦めきれずに扉の前で騒いでるんだよ。どうやったら中に入れるんだ。それが分かれば俺がやってるよ。衛兵には何を言っても無駄だったろうな。金も物も泣き言も聞かねえ。門以外から入れるところはないかと探ってみたが、壁はあの高さだし、周囲の警備も厳しくて忍び込むことも無理だ。奇跡の町は物資が豊富にあると聞いて俺は死ぬ気でここまでやってきた。やっと着いたと思ったら奇跡の町どころか入れない町だったってわけさ。何が奇跡の町だよクソ。俺はもうここに見切りをつけた。あんたも諦めた方がいいぜ。俺はこの町でやらなければならないことだ。自分の目と耳で確かめるといい。そうすれば諦めもつくさ。何？え？あ、
ここがエデンの入り口か。そうだ。中には入れないと聞いたが。ああ、町に入るにはエデンの修行者が発行した許可証が必要だ。それを持っていない人間は通すことはできない。許可証、そんなものは持っていない。ならばお前がエデンに入れる可能性は限りなく低いということだ。俺は人を探しているだけだ。食料が欲しいわけでもない。それでもダメか。理由がどうあれ、許可証がなければエデンに入れることはできないんだ。おっと、変なことは考えるなよ。エデンの周辺は厳重な警備が敷かれている。これまで多くの侵入者が捕らえられエデンに収監されてきた。犯罪者になりたくなきゃ騒ぎを起こすんじゃないぞ。囚人としてエデンに入っても嬉しくないだろ。悪人っぽい声じゃないですね。まあそう、悪人っぽい。それで何をするの？あと誰かに話を聞くしかない。まあ、これこいつはもう身近に悪役の顔だからなんか渡して許可証が偽物的なパターンかもしれない。
こういうとこか。なかなか出ない。飛行してみんな。ああ、なるほどね。それでお礼にもらうっていう。さあ、誰を直すかっていう。Thank you.
値段出るだけで特に、うん、ないもんね。なんか定時なんで。違うかな。はい。あ、いたいたいた。いたいた。あんなところに。あんなところに。まあ、これいいか。乾杯しかくれないでしょ、きっと。また食べちゃう。出ても風吹いてても体弱い。
懲りずに他多分無限だなんかそれっぽいですよ、うん、あ、かっけー。
ったら、そして何になるの？なんかいいね。怪しい気がしますけど。この時代っぽいから。ダメですね。なんか多分どっかに行かれる。逆にその星に行くとかも。やなっこ。パンパンいつも出るんですね。あ、子供いる。子供がいます。お前はもう死ぬ。
最後は終わりyou
士ってのはどいつもこいつも危ない技使いやがる。この世で一番剣士が大嫌いなんだよ。殺してえくらい。ザグル隊長。おいお前ら、ちゃんと巡回はしとるのか。エデンの地下ででかい騒ぎがあったんだぞ。すみません、押しかける人の対応で手一杯で。何のための英雄隊だ。しっかり任務に当たれ。はい、申し訳ありません。おい、こいつを牢にぶち込んだ。この男が何か。こいつは剣士なんだよ。剣士、しかも見たこともねえようなエグい剣法を使いやがる。人を爆発させる剣法を使うやつなんざろくな人間のはずがねえ。こんな危険なやつをエデンの近くに野放しにしとくわけにはいかねえからな。しかし先ほど聞いた話だと、その男が野党から少年を助けたと。騙されるんじゃねえよ。違いねえんだ。俺はエデンの英兵隊の隊長ジャグ。エデンの秩序を守るため、お前を牢屋にぶち込む。一つ聞きたいことだ。牢はエデンの中に。何言ってんだてめえは。当たり前だろうが。そうか、分かった。おい、こいつに情報をかけろ。お前はエデンの牢獄で囚人として過ごすの一生な。安心しろ、長く苦しまないで済むよ。ちゃんと短い一生になるよう配慮して。よし、出てけ。いや、お前をどうするかは明日相談して決める。変な気を起こすんじゃねえぞ。